こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。今回は森泉氏の寒掛三詩の本文第三章、降雲亭を読みます。これがその前文になります。前書き、これは森泉氏による文章だと思われます。その後、中桐清岳、縄県会本島、小豆島ですね、の人、の降雲亭再築家という、ですね、漢詩が載せられています。これを読んでいきましょう。まず前書きの方ですね。三、降雲亭。明治七年、中桐清岳森北条相はかりて、いつの騒動を総面流上に、建築す。翌年、風害に倒れ、11年有志者、これを再築す。当時、高松淡水銀社において、片山中堂渡辺東西、柏原ロリツ、伊藤四山、赤松慶円、中桐清岳ら、寒掛僧堂記を作せしが、後これを降雲亭と称す。作、大正九年保証会において、これを改築せる。中桐清岳という人をですね、嘉永2年から明治38年までの人で、なお県会と、とします。で、以前に出てきました中桐財水という人がいますが、その人の縁者で、ですね、養子になっています。そして同じくお医者さんを務めていた。それから森北条というのは森泉のことです。嘉永4年から大正14年までの人ですね。で、鍵掛けと書いて、これ、寒掛け、神掛けと同じですね。それでは歌の方を読んでみましょう。明治、土の絵虎、五月の天。我、まさに、僧正の変に、偶在せり。一朝来訪す、同郷の友。その姓、森と称して、その名は千。談話、たまたま及ぶ、鍵掛けの美、寒掛けの美。騒動をその経理に結ばんとぎす。なんぞはからん、両人同一の心。すなわち、両日を牧して尚氏に命ず。明治、土の絵虎というのは11年。1878年のことです。僧正というのは、高松にある玉母城、ね、高松城のことです。で、僕、これ、占うということですが、これは、建物をですね、建てる日を選ぶということですね。それから、尚氏というのが大工さんのことです。で、これ、8区ありますが、前4区、と、あと4句ですね。これ、韻を変えています。これを寒韻と言いますね。前4句は、ですね、1句目、2句目、4句目の最後の字ですね。天、変、線、下表、一線の韻に属します。それから、後ろの4句は同じく1句目、2句目、4句目の最後の字。ビーリーシ、これ、情勢、獅子の韻に属するものです。ちょっと訳しましょうか。明治11年5月のある日、私は高松城の近辺に住んでいました。ある日、同郷の友がやってきた、森泉という人です。話をしていて、たまたま寒掛けの美しさ、が話題になって、騒動をですね、
その川のそばにですね、建てたいと思っていた。二人とも同じ気持ちだった。そこで、日を選んで大工さんに頼んだと。次の八句です。当時同州の戦を多く、一生に軍をしてその子を助く。三州す、勘かけ騒動の木、ことはのす、朝や新聞のうち、牧場魚子もまた三女す、すなわち異文を作りて、口を極めて褒めたり。次来、遊郭その木をしたい、春夏秋冬来居する王子。同州というのは趣味を同じくする人です。戦王というのは仙人なんですが、ここでは仙人のような暮らしをするですね、人ですね。この王と沖縄という字ですね。これは韻を踏む字ですから、ですね、この沖縄という字を使わないといけない。まあ、あるいは、まあ、他の字でもいいんですが、すごく制約のあるですね、同じ韻の種類の字を選ばなければならないという、そういう部分なので、まあ、ですね、仕方なく使っているという部分もあります。この八句の前四句は、上表一等の韻、王、公、中ですね。後ろの四句は、虚勢六魚の韻、上陽虚ということです。この八句を、まあ、通訳しますと、当時、趣味を同じくする人々が多くて、私たちがひとたびですね、まあ、何言うかな、提案すると、みんなが、ですね、応じてくれて、助けてくれた。そこで、ですね、勘かけ騒動の、木というですね、本をですね、編纂しました。そのことは、朝野新聞というですね、ニュースペーパーですか、そこに載せられていた。で、牧場魚師という人もですね、賛同してくれて、まあ、何、異文というですね、まあ、文章を作って、ですね、褒めて、くれたと。で、それからですね、旅行者がですね、その景色の素晴らしさを慕って、一年中ですね、多くですね、旅に来てくる人が多くなったということですね。次の八句ですね。兄計らんや、水の絵馬の年、天才に会い、風白ばっこして、道雨崩る。これより、慶山殺風景、吟醸主杯を浪するによしなし。両三年来、再築を図り、一辺の母祖、畜牧を拒す。今ここに、土のと牛の年、小春の時。泉に臨み、石を枕にして、防屋を構うと。水の絵馬、これ明治15年、1882年。風白というのは風の神のことで、まあ、風のことですね。祖というのは、まあ、書状で、文章のことですね。虚、ある目的のために金銭を出し合う。それから、土のと牛、いいですね。これ明治22年、1889年。それから、小春というのは、旧暦10月のですね、ことで、まあ、和語、日本語でもですね、小春というね、言葉があります。それです。それで、ですね、この八句の前四句は、上表十回の韻、再退、はい。後ろ四句は、日照一億の韻、ですね、地区、僕、奥。通訳しますと、なんと、ですね、明治15年、天災に遭ってしまい、
風が吹いて、建物が壊れた。それからですね、この谷や山は殺風景となり、ですね、詩歌を読むですね、風景なのに、ですね、酒を酌み交わすことができなくなったと。で、2、3年、ですね、再築をですね、計画して、一つの文章によって、ですね、多くの資材をですね、集めることができたと。で、今、ですね、明治22年のですね、旧暦の10月ですね、川に臨んで、石の上にですね、建物を築いた。幸運の名、かつて題するところ、甲府錦のごとく、碧鶏に得ず、いわんやまた石窯雲霭を照らし、先方万方に望眼の迷うをや。ああ、この京、収出するに天造により、この島すなわちこれ、小仙洞、騒動なるとき、紳士を歌い、満山振動して天風払う。言わんや何々親、ね、まして何々はなおさらだということですね。で、あーと読みます、これね。うこ、ですか？おこかな？あーと読みます。天造というのは天然の造形ですね。それから周というのは、ですね、なると、ですね、成就という言葉がありますが、成と就は同じ意味なんですね。それで、前四句は、上表発声の韻で、大、啓、明、ね。後ろ四句は、上世、十九項の韻、造、刀、奏ですね。それで、通釈しますと、幸運の名は、以前、ね、名付けたものだと。で、赤い楓の葉が錦のようにですね、青い川にですね、生えていると。それだけで十分美しいのに、まして、さらにですね、夕日が夕焼けをですね、照らして、たくさんの峰に、眺める目を迷わせているのは、なおさら美しいということですね。で、ああ、このですね、景色というのは、天然の造形で、出来上がったもので、この島は本当にいいですね、千人の島かと思うような、見事な景色。このですね、建物が出来上がった時に、新しい詩をですね、読んで、ですね、山全体がこう震えて、ですね、心地よい風がですね、塵や埃を払って、心地よい空気をもたらすということでしょうか。それでですね、森仙氏による最初の文章と中桐正楽のこの幸運亭再築家が指しているですね、再築の部分がですね、ちょっとずれてるんですね。森仙氏によれば、明治7年に僧堂を建築して、ところが翌年、風害で倒壊。明治11年に再築したと。大正9年に改築しましたというのが載せられていますが、幸運亭再築家によれば、明治11年に僧堂を建築した。これが森仙氏の言う明治11年の再築にあたるんですね。で、その後ですね、15年にですね、倒壊して、
22年に再築したということですから、まあ、森先生が言っている再築改築のですね、間にまた倒壊再築したということが、まあ、中桐清岳の歌では述べられているということで、何遍もですね、まあ、光雲亭という建物は、壊れとったということが言えるんだと思います。最後までご視聴ありがとうございました。